差で負けてしまったゲームが今シーズン6度ある清水エスパルス。さあ左サイドから山原が来た、中3人クロスを上げる、カルリーノ・シンヤのシュートはペナルティーエリアから上に外れていきました。いやー惜しかったですね今ね。